経済学部の概要説明を、経済学研究科の中山からさせていただきます。経済学とはどのような学問でしょうか。経済学とは人間社会の経済現象、特に財貨やサービスの生産、交換、消費の法則を研究する学問です。社会のさまざまな問題に取り組みます。金融、国際経済、労働、医療、環境問題などです。一貫した理論体系と分析手法を持っているのも特徴です。経済理論、統計、政策、歴史、地域研究、数学です。経済学の専門性を必要とする仕事が増えています。公務員など公共政策に関わる仕事、銀行や証券など金融に関わる仕事、メーカーや商社におけるビッグデータや統計学を用いた市場調査、国連などの国際機関の仕事などです。一橋大学は社会科学の研究総合大学です。学会を牽引する教授陣を要しています。学部間の垣根の低さも特徴で、具体的には多学部科目の履修も可能となっています。また4年間を一貫して国立キャンパスで勉強できます。自分の習熟度に合わせながら、学部のみならず大学院レベルの講義も早い年次から受講可能です。緑あふれる美しいキャンパスです。一橋大学経済学部は定員258人、就職状況は金融、メーカー、商社など多岐にわたっています。経済学部と商学部の違いについて少しお話しいたします。経済学部は厳密な理論体系と実証分析をもといに、個人の意思決定から企業の戦略、金融理論、政府の政策立案、制度設計などについて、一定の制約条件の下で何が望ましい選択なのかを判断する方法を学びます。方法論を体系的に学習できる積み上げ式カリキュラムを提供します。一方、商学部は企業の経営、会計、金融、マーケティングなどの領域をいろいろな方法で学びます。経済学の視点で経済学部においてこの領域を学ぶこともできます。経済学部の3つの特色をお話しします。1つ目は、入門科目から上級科目まで体系的に学習できる積み上げ式カリキュラムです。2つ目は、専門性とコミュニケーション能力を高めるための各種プログラムです。この後で2つの例をお話しします。3つ目は、議論を重視する少人数双方向教育ゼミナールです。これら3つの特色について以下詳しく見てみましょう。まず、積み上げ式カリキュラムです。社会科学の中でも経済学は特に理論的な体系が整っています。経済学部では入門から上級へ段階的な学習が可能となっています。そのために分かりやすい科目番号が設定されています。100番台、経済学入門および統計学入門、経済史入門。200番台は基礎科目、ミクロ経済学、マクロ経済学。300番台は発展科目。そして400番台は大学院と教習の発展科目となります。次に、各種プログラムの一つ目ですけれども、5年一貫教育システムについてご説明します。修士号を取得するためには、通常学部4年プラス修士2年、合計6年が必要です。5年一貫教育システムでは、学部4年プラス修士1年、合計5年。このように大学院修士レベルの学習を短期間で収めることができます。2つ目の例ですけれども、
グローバルリーダーズプログラム、略して GLP というプログラムがあります。こちらは世界の最先端で活躍できる人材の育成を目指します。内容ですけれども、英語ネイティブ教員による英語スキル科目、経済学の科目を日本語英語両方で受講、ヨーロッパやアジア新興国への短期海外調査、海外の協定大学への留学の機会の提供などです。また希望者からの選考によって選抜クラスを設けます。卒業時には優等学位が付与されます。短期海外調査というのは、ヨーロッパやアジア新興国を10人程度のグループで実地調査することです。現地の人たちとの交流を通じて広い視野を身につけることができます。海外留学ですが、世界中の有名大学との交流協定があります。選抜クラス生には優先枠もあります。また奨学金制度も備えられています。3つ目の特徴のゼミナールと卒業論文のことですが、これは 3,4 年時のゼミナールという科目がありまして、少人数の学生と指導教員が小さな教室で向き合い、互いに議論をしながら学び、その成果を卒業論文にまとめます。最先端の研究者から指導を受けながら研究ができます。またゼミナールでの人間関係は一生の財産となります。まとめですけれども、4年間同じ国立キャンパスで学ぶことができます。基礎から上級までの習熟度に合わせた学習が可能です。また5年一貫教育システム GLP 等の充実した教育制度があります。ゼミナールを通じた少人数教育が特徴です。どのような学生を求めるかですけれども、英語による講義を受講できる双方向の外国語能力、経済学を理解するための数学の力、双方向コミュニケーションのための日本語能力、経済現象を幅広い視野と多角的見地から分析できる解析力、幅広い一般的知識とそれを進化させる理解力を求めます。経済学部の前期日程の第二次試験の配点は、国語110点、数学260点、外国語260点、地理歴史160点となっています。専門スキルとしての経済学は、現代社会のさまざまな場面、分野で求められます。高い専門性を身につけた人材を育てることが大学の社会的使命の一つです。一橋大学は経済研究所という研究機関も付設しており、実に80名超の経済学者を擁する世界有数の研究拠点であります。一橋経済は経済学を学ぶための最高の環境と言えるのではないでしょうか。こちらは経済学部で出版している本です。それではこれで経済学部の概要説明を終わります。